エムバペに格の違いを見せつけられた久保、移籍へ。敵地で日本代表久保建英の所属するソシエダとのチャンピオンズリーグ、ラウンド16セカンドレグに臨んだパリ・サンジェルマン。この試合でその価値を改めて発揮したのがパリ・サンジェルマンのエースであるムバッペ。15分に自らシュートコースをこじ開けファーサイドにねじ込むと、56分には裏へと抜け出し今度はニアサイドを抜く技ありのシュートで2点目を挙げ、圧巻の個人技と決定力でチームを勝利に導いた。ムバッペに嫌ってほど格の違いを見せられたな久保。やっぱりレアルに行けるのはエムバペぐらいの子がある選手なんだよな。久保くんとじゃ格が違う。エムバペは一人でこじ開けるし、オフサイドラインギリギリに張ってるだけでぶち切って決定機まで持ってくし、レベルが違ったな。リーグアンのレベルを一人で押し上げてる感あるし、そりゃマクロンも必死に止めるわ。久保だけが戦っていた。ソシエダで流行り抜くそうだわ。久保、もうここでは実績詰めるだけで成長はないかもしれん。久保入れ決めるかもなー。